はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。村長スタジオです。今日も先日からに引き続いて、第3回目の XLN オーディオの XO の最終回をやりたいと思います。もうこれで終わっちゃうの？もうね、すべて話したから、今日ので終わりだよ。へえ。この XO プラグインのことを初めて見る方は、第1回目と第2回目の動画があるので、それを見てくださいね。第1回目は概要的なお話と、第2回目は各ツールの使い方について話しています。そして今回は簡単だけど、すごく便利なお話をします。どんなことかな？じゃあお話を始めましょう。ここで、まずエディットっていうのを押します。エディットを押すと、ビートのことについていろんな設定ができます。これは、第2回目の時にお話ししています。まず、今のビートを少し聞いていただきましょう。はい、4回転目に、ちょっと細かい音符が入りましたよね。それはどうしてかというと、ここでチェーンというのを、AAB という形にしているからです。ここを AB にすると、2小節に1回 B のパターンというのを演奏するようになるんです。B のパターンというのは、こんな感じで A とは少し違うようにセットされています。じゃあそこで、こういう基本のビートが気に入ったとします。このたくさんあるプリセットの中から気に入ったものを選んだという状態ですね。その時にビートコンビナーという機能があります。わあ、何か丸い絵がいっぱいだね。そうでしょう。見るからには難しそうに見えるんだけれども、これはとっても便利で、今の基本のビートをこのようにもう少しバリエーション、どうしようというふうに変えることができます。この3列はベーシックパターンということで、大きくは基本と変わらないパターンです。そして、この丸い円の意味は？例えばこちらを見てくださいね。このクローズハイハットを見てみましょう。そしたらここは、16ビート全部がこのようにオンになっています。でも、これを押すと4つ打ちに変わります。例えばこれなんかは、2つ打ちがこのように入るということになります。いわゆる丸い中にある棒線みたいなものが拍を意味します。そしてここでいろんなパターンを試してみることができます。もう一度やってみます。今度は手動でいろいろ変えてみます。楽しいでしょ？はい、すごく楽しいね。そして、この右の方は、エキストラクテッドというようになっています。もっと複雑なパターンを提案してくれることになります。もう一度、この下の方で、同じ列で組み合わせてみます。このように面白いんだけれども、実用的かということは、また、
話は別になるかもしれませんね。そして、ここに、エンプティというのがあります。ここでミュートをすることができます。これで音が鳴らなくなったわけですね。そして、下にはランダムがありますので、ここでパターンをバラバラに提案してくれるのです。そこにアクセンチューターをつけて、もっとノリを変えることができます。これはフレーズというか、リズムに対して変更するのですね。そうだよ、これはリズムです。そして、サウンドを変えたいときは、前回も説明したように、ここで変えていくことができます。パターンをオリジナルに戻します。それでサウンドだけを変えてみます。わあ、すごいね。うん。もうバリエーションという考え方を本当に便利に提案してくれるので、リズムトラックを作るのには、自分の発想から離れたものも作れるし、自分のイメージに似通ったものも、このスペースで音を探せるので、本当に時短になる素晴らしいツールだと思います。それでは、前回の動画の中で、少し話ししきれてないところを補填させていただきます。一つ目はミュートグループ。そしてもう一つは、ボリュームの見方という二つのテーマです。一つ目ですけれども、ミュートグループというのがあることは以前に解説しましたが、細かな説明はしていませんでした。そう、私もちょっとよくわからなかった。そうでしょう。ですからミュートグループについて詳しく説明します。例えばここに、ハイハットのクローズとオープンがあります。今のフレーズは、こんな感じです。はい、よくある16分の1と、3発目の頭に、ハイハットオープンが入るような、こんなリズムです。例えば、このハイハットオープンがありますよね。このハイハットオープンは、ここでクローズをするわけですから。このオープンの、サンプルの音が長い場合、ここまで残ってしまう場合があるわけですね。それでは、本当のドラムの叩き方にはならない。これわかりますか？私は、ドラム叩いたことがないからよくわからないけれども、同じ、ハイハットが、同時に、2つの音が鳴ったらおかしいんですよね。はい、その通りです。ですから、このビートがなかったとします。実際のドラムでは、ここさえ叩かなければ、この音は、ずっと伸びていても大丈夫なわけです。いわゆるこういう時と、こういう時の差ですね。これをちゃんと表現できるようになっているのが、ミュートグループということになります。ここでミュートグループは4つ、設定できますが、同じグループを、このように設定をします。そうすると、この音が鳴って、次の音がこのように入れば、この音はもう、ここで音をミュートするということです。こういうハイハットの挙動以外には、シンバルのチョークというのがあります。いわゆる、シャーンと叩いて手で押さえるという奏法です。残響音が残らないようにするわけですね。そういう時に、こういうミュートグループは使えるわけです。ちょっと鳴らしながら、この音をオンにしたり、オフにしたり、
そういうので、微妙ですが、聞き分けをしてみてください。はい、次のクローズが始まったら、ハイハットオープンは切れる、というような挙動になるんですね。これがミュートグループです。もう一度私も確かめながら勉強します。次なんですが、このようにボリュームを変更すると、個別の音量を変更できるのですが、これでは、ボリュームがどのくらい大きいのか、小さいのか、微妙なところがわかりませんよね。そう、私も、そこが気になってました。それは、この上のところに、ベロシティが、数字で表示されてるんだ。よく見ててください。ここを上下すると、数字がこのように変わりますよね。ここで合わせていただくということです。この数字は、手入力をしたりはできません。見ながら調整するしか、今のところはありません。ただし、微妙なところを合わす場合は、シフトキーを押しながら、上下すればゆっくり変更。シフトキーを押していないときは、マウスの動きが小さくても、大きくしたり小さくしたりが素早くできるようになりますので、微妙にやるときは、シフトキーを押しながらこれを操作しましょう。2つのところを補足させていただきました。ご予算に余裕のある人、動画を見られて面白いなと思った方は、購入検討をするのも悪くないでしょう。特に初心者の方は、ドラムの知識というのが少ないはずです。わあ、私もだ。だからそういう人にとっては、この XO は操作が簡単でバリエーションが豊富、ということを考えると、他のドラムソフトをチョイスするよりも、初心者には最高のソフトだと感じました。DAW の付属のドラムの音源などで、少し飽きた人は、これを使ってみるのもいいかもわかりませんね。3回にわたって XO をご紹介してきましたけれども、これからもこんな面白い発想のソフトができてくれることを期待したいです。私もこれからまだまだ勉強します。はい、頑張って勉強すれば、いろんなソフトを使いこなせるようになるよ。じゃあ今回のシリーズはこれで終わりたいと思います。村長スタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。